後藤祐一君、はい、後藤君。立憲民主党の後藤祐一でございます。まず十増1減法案についてお伺いしますが、今回の法案については、これ一票の格差是正のためにやむを得ない改正だと思いますが、今後どうしていくのかについては、よく議論する必要があると思います。なお神奈川県知事からは区画審に対してですね 国政調査が実施される5年ごとに選挙区の区割り改定を行われると、有権者や候補者に多大な影響を与えることになるため、頻繁な見直しにつながらないような区割り改定を行うことを要望するという意見が提出されておりますし、今日この後審議される付帯決議。 大まかに合意されていると伺っておりますが、この中でも人口減少や地域間格差が拡大している現状を踏まえつつ、議員定数や地域の実情を反映した選挙区割りの在り方等に関し、国会において抜本的な検討を行うものとするとされております。ぜ、え、ひ、ー、これは与野党で、国会において議論していくべきだと、私からも申し上げたいと思いますが、大臣にお伺いしたいと思います。この現行のアダムス方式、まあ、今回はこれでいいと思いますが、次回以降、これを続けるというのは望ましくないと思いますが、大臣、どうお考えですか。 この今回のアダムズ方式でございます、これ、ご承知のとおり、これまでの1人別枠方式がですね、3回連続最高裁判決でも違憲状態とされたということを踏まえまして、このアダムズ方式、これは衆議院選挙調査制度の調査会のです、ね、平成28年の答申を踏まえて、 アダムス法人機望まし、また10年ごとのです、ね、大規模国勢調査の結果に基づき行うということにされました、また中間年についても、格差が2倍以上であればです、ね、見直しを行うこととされまして、衆議院選挙戦闘改革関連法によりです、ね、議員立法で導入された経緯がございます。ここうしたこの経緯にももちろん留意すする必要がございますが この選挙制度の在り方、委員ご指摘のとおり、議会政治の根幹に関わる重要な問題でございますので、今後等については十分、この各党、各会派においてです、ね、ご議論をいただくべき事項であると考えております。委員長 後藤雄一君え資料1をご覧ください、えー、今前回のですね勧告のときは、2017年4月19日にクワラシンの勧告があって、6月9日に法案成立、7月16日には成功になって、3か月でできてるんですね、実施されてるんですね。ところが、今回は6月16日にクワラシンの勧告が今年あって、これ、間にこう閉会を含むものですから、今月成立したとしても来月成功ということで、半年か,かってしまうわけです。これはあ 統治機構の不安定性ですとか、有権者の混乱という意味で非常に望ましくないと思うんですね。えー、ぜひ、次回の勧告はですね、4月中ぐらいに勧告をして、通常国会中に法案を成立させるべきだということを改めて申し上げておきたいと思います。えー、それでは寺田大臣について、各種疑惑がございますので、質問したいと思いますが、まず配布資料の4ページ目ご覧ください。えー これまず確認ですが、あ寺田大臣は、大臣として、あるいは国会議員としての資産公開において、えー、寺田稔レ講演会に対する貸付金がそもそもゼロであると言っていたんですが、あこれ、10月12日に1250万円の貸付金があるというふうに修正をされておられるということでよろしいでしょうか。そして翌日13日13の会見では 的確厳格に資産として公開する必要がある、今後、このようなことがないように注意すると述べておられますが、ああ事実でしょうか確認です寺田,寺田総務大臣。 はい、あの委員の資料にありますとおりです、ね、私からの貸付金1250万円、これはあの貸付している事実がこのあるわけでございまして、この事務的ミスによってこの、この報告ができなかったことはお詫びを申し上げたいと思いますが、ご指摘のとおり、この1250万円ということでございます、確認をいたしております後藤祐一君、資料5をご覧ください。 寺田稔呉区連後援会の収支報告書によれば、これ、平成23年のものですが、寺田稔議員本人から600万円の借入金があります、まあ、こういった捜査自体はそうあのよくあることですね、お金足りなくなった場合に、議員からお金を貸し付けるということはあることなんですが、なので、この平成23年の年末における、これは残高、借入金の残高600万円、これ、正しいですねで。ところが6ページ目をご覧ください。翌年年平成24年 新たに寺田稔議員から1000万円のさらなる借り入れをしているわけです。そうしますと、借り入れ金残高は1600万円になるはずなのですが、平成24年の6ページ目の下のところですね、資産の内訳の中における借り入れ金残高は1000万円となっていて、これは1600万円になっていないとおかしいはずですが、大臣、これおかかしくないですか寺田総務大臣。 あの委員ご指摘のとおり、最初、600万円の貸し付けを確かに行っております。で翌年ですね、さらにあの1000万円という貸し付けは確かに発生しておりますが、これはまあ私自身のですね貸し借りの問題でございますが、600万円については、返却、返済をいただきまして、 この年末残高としては1000万円になったものと記憶をしております。したがいまして、ちょっとあの当時、ちょっと今の事務担当、当時の事務担当者も不在でございますが、今、そのご指摘のですね呉講演会の方の経緯についてですね、確認中でございます。あの分かり次第これはご報告させていただきます委員長後藤祐一君。そうしますと寺田実呉講演会から 寺田実議員に対して、平成24年に600万円の返済があったということでよろしいですね寺田総務大臣、はい。おっしゃるとおり、600万円の返済をいただきました、まあ、しかし、同年、1000万円も貸し付けているということでございます委員長後藤雄一君ここに平成24年の寺田稔くれ後援会の収支報告書ございますが、ああこの支出の中には、その600万円の返済という支出はありません。これ この平成24年の収支報告書、間違っていませんか。寺田総務大臣。あの返済をいただいたことは、私も明確に覚えておりますので、えー、今、先ほども申したとおりです、ね、この当時の,この収支報告書の作成につきです、ね、その経緯等について。 えこの確認中でございますが、私に対する600万円の返済なされておりますので、当然それは記載すべきものであるというふうに思っております、ちょっと今、確認をしているところでございます委員長後藤祐一君。おかしいですね、この平成24年の暮れ後援会は、翌年への繰り越し額が47万5352円、つまり、ここに600万円の返済という記述が支出として存在しない。 600万円の返済をしないでも、残高が47万5352円しかないのに、なんでここからプラスして600万円返せるんですか、うん、寺田総務大臣。あの呉後演会の方の当時ですねあの、えー、受け入れ寄付があったというふうにお伺いをしておりまして、その受け入れ寄付額によってですね、 この返済をしたものと、あの私は推理をしておりますが、ちょっと確認中でございます、おっしゃるとおり、残高はほとんどございませんので、今おっしゃるような原油残高で600万円の返済はもちろんできないわけでございますので、また返済をいただいたという事実もありますので、一定のこの寄付のです、ね、記載があったものと、今、その点も含めて確認をさせております、確認させてください。委員長後藤雄一君そそううすするとととの寄付についいても見記載ということですか寺田総務大臣 あの確認中でございますが、もしあの寄付が本当にあったということであれば、これはまああの今、調べ中でありますけどそ、それ記載すべきだと思います、ただ、今、まさに確認中ですので、お時間をいただければと思います大<臣>後藤祐一君。大臣、政治資金規正法を所管する総務大臣が、間違えることあるかもしれませんが、間違いを嘘で塗り固めるのまずいですよ、大臣47万円しか残金がないのに、返せるわけないじゃないですか。 後で言い訳するために別に別寄付がありましなんでそんなことができるんですか。これ後援会、私とは関係ない団体だと、この前おっしゃってたじゃないですか。なんでそんな捜査が10年も前のものに関してできるんですか。どうなってるんですか、大臣。いずれにせよ、収支報告書の訂正は発生するということでいいですね、大臣長寺田総務大臣。あの 委員ご指摘のとおり、これはまあ私が直接管理している団体ではございません、また収支報告についてもチェックすべき立場にありませんが、返済をいただいたという事実は明確にございますので、その点について確認をさせていただき、必要が生ずれば、提正をしなければならないと思います。ちょっと確認中でございますので、お待ちいただければと思います委員長後藤祐一君。これ、収支報告書ですか、私、全部見てますよ、簡単じゃないですか、これ、今確認しまっていいんですよ。でこの後の後 おう、同士の質疑ありますからそれまでの間のこれ確認してくださいお渡ししますからじゃあ今すぐ持ってこさせてくださいよ委員長お、ね、よろしくお願いします速記を止めてください速記を止めてください ただいまの議事につきましては、理事会で協議をいたすことにしますはい後藤祐一君これ、収支報告書あるんですか、これ見るば明らかです。えー、ので、えー、早く理事会で協議いただいて、えー、大臣もう今、見てるでしょうから、事務所で調べてください。えー、それで今日のこの審議のうちにですね、えー、こういうことですという説明をしてください。えー、次にいきたいと思いますが、あ資料の4ページ目、ご覧ください。 これ平成25年12月12日にですね、ごめんなさい、資料2ページ目ですね、ごめんなさい、高知会の団体である高知政策研究会に、異性会から60万円の寄付をしているという記載がありますが、異性会の平成25年の支報国書にはこの寄付の記載がありません、この60万円、誰が寄付したんですか。 これはです、ね、あの異性会からではなく、別の政治団体であるミノル会からの寄付でございます。で、あの高知政策研究会の方の事務的ミスで,です、ね、あの異性会というふうに記載をしたと、まあ、あの現在の事務担当者でない、もう辞めている方でございますけど、ミノル会からの寄付をいたしております。で、ミノル会からの寄付ということで、所有の訂正を行っております。委員長 後藤一君その所要の訂正というのは、高知政策研究会のこの寄付元、寄付者の氏名と、あとその次のページ、3ページ目にございますが、実の会、これは大臣の政治資金、あの資金団体ですよね、えー、つまり自分のお金ですよね、これは。あこれ、会費ってなってますけど、これ、会費じゃなくて、寄付っていうふうに直すということでよろしいですか。でかつ、これ、自分のお金じゃないですか、まさに。高知会に対する自分のお金の寄付ですよね。それを 後援会くれえじゃない、異性会か、異性会が払ったことにできちゃう、これ、異性会は自分の団体だと言ってるようなもんじゃないですか、そこも合わせてご説明ください寺田総務大臣。公立政策研究会に対して、事務的にです、ね、毎月会費の徴収ですという形で来られ。 会費としてお渡しをしていたということもございますが、あの高知政策研究会の方でです、ね、この政治団体間の寄付というふうに取り扱っておられると。 いうことでありましたので、この会費でなく寄付にしたということでございます。であの実ルカにせを伊勢カにせをそうしたこの政治団体間の寄付を行うことはですね、これはあの政治活動を行うものとしてこのそうしたことはもちろんあり得るわけですし、あのそうした寄付の取り扱いということで訂正をさせていただいているところであります。 委員長後藤雄一君、まあ、自分のお金だから、あの寄付するのも,もちろんいいんですけど、それ異性会でかけちゃうということ自体が異性会が、もう自分のコントロールしている団体ということそのものを物語ってるじゃないですか。さて、えー、今日だけで収支報告書の訂正、3箇所ですよね、今のお高知政策研究会のお寄付者の名前、えー、そしてミノル会の会費じゃなくて寄付だったあ、そしてさっき理事会またになったものは、愛いぜん収支報告書の訂正が必要なはずでありますが、大臣。 この政治資金規正法を所管する総務大臣として、一体何回、この収支報告書、あるいはこれに伴う領収書だとか、その宣誓書だとか含めて、一体これまでで何度、訂正したんですか寺田総務大臣あのわ。私が直接ですね、この管理をしている団体ではありません、であの事務的ミスがあったのも、それは事実でございます。 でそれは事務的ミスとしてです、ね、この訂正をさせていただいたということでありまして、まあ、あの確かにあの回数は多いかもしれませんがあの、事務的ミスについてはちゃんと是正をし、あ今後、この適正にやっていただくよう、各団体にお願いをしたところでございます委員長後藤祐一君。あの大臣の関係政治団体で何回の収職国葬及び領収書宣誓書などの訂正ですか寺田総務大臣。 宣誓書についてはこれは収支報告とはまた別でございますが、この収支報告書の訂正という意味でよろしいでしょうかね、はい収支報告書の訂正という意味では4回だというふうに記憶しておりま委員<編>長、後藤祐一君。私が、少なくとも大臣が答弁したものに関して言うと、今日の3回と、宣誓書を私は入れるべきだと思いますが、それと、あとは竹原後援会の会計責任者が亡くなっていたので、別の方に変えるところでしょうかね。 えー、あそこの名前のところでしょうかね、速やかに訂正を行っておりますと、11月4日の会見でおっしゃっておるんで、えー、4回、宣、ま、誓、あ、書を別とすると、4回の収支報告書の訂正、もうこれ以上ないということでいいですね寺田総務大臣。あのこれはまあ私が直接です、ね、この何回も申し上げますが、チェックすべき立場でもありませんし。 各政治団体の活動、政治活動の自由の観点から任せておりますので、まあ、それはあの事務的ミスが絶対ないというふうには申し上げられませんが、あのそこは何とも言いませんが、あのまあ、それはあのもちろん、事務的ミスがあれば、きちんと訂正をさせていただきます委員長後藤祐一君。まだあるってことですか、大臣寺田総務大臣あの。それはあの私自身がチェックしておりません、収職告書を見ておりませんので分かりません、正直言ってそれは。 私も見てないものをですね、確約することはできないわけでございますが、あのその点はご理解いただきたいと思います委員長、後藤祐一君。どっかで見た光景ですね、これ、この場で。山際大臣と同じじゃないですか、大臣。もうこれ以上ありませんねって聞いたら、あるかもしれないと。しかも、山際大臣より立ち悪いのは、総務大臣なんですよ。政治資金規正法を所管する大臣なんですよ。まだ政治資金規正法違反があるかもしれない。 そんなことを答弁で言う大臣、総務大臣、これ以上、務められるんですか、今、手元にある材料で思いつけるものないですか、本当に。ないですか、将来見当たらないものが出てくるかもしれないって話、ちょっと別とおいて、今まで起きたことの中で、収支報告書を訂正しなきゃいけないもの、ありませんか<上>寺田総務大臣。 あの何回も申しましたとおり、私が直接ですね関与している収支報告でないものについてですね、そのすべてについて責任を負うことはできませんが、今すでに訂正した点については、それは正当な訂正であると思っております委員長、後藤祐一君。本当ですか、竹原後援会の会計責任者、なくなりましたよね。で実はは、ねえー、収支報告書書とというのは領収書を添付するとともに 領収書が取れなかった資質については、長男といって、領収書を調することが難しいもの一覧という、領収書を取れなかったもの資質一覧というものがあって、それには会計責任者の名前と判告して、これも12条2項に基づいて提出することになっているんですよ。これも訂正しなきゃいけないんじゃないですか、大臣いい寺田総務大臣。 あのいずれにしましてもです、ね、その会計責任者の死去、ね、に伴う訂正は行っておりますしあの、必要な訂正を行っていると思います委員長後藤祐一君え。じゃあ、長男の所の名前の訂正を行ってるんですね寺田総務大臣、訂正を行っております。委員長後藤雄一君そしたらもう1個増えてるんじゃないですか、訂正すべきものが。 4つプラス、宣誓書プラス、今ので6か所じゃないですかあの。回数違うんじゃないですか、まあでも同じこと言うでしょうから、次、もう一つ聞きたいと思いますが、えー、配止資料のお最後の方ですね、8ページかな、えー、竹原後援会の代表の下見勝治さん、週末にかけてテレビでも何度か出ておりましたが、代表はもう辞めたとか、 後援会事務所に出入りすることは一つもないとか言っているそうですけれども、この下見さんは竹原後援会の代表をもう辞めたんですか、別の方に代わったんですか、確認の上え、答弁してくださいと通告しておりますので、答弁ください寺田総務大臣、はいあの。通告いただいていたとおり、あの既ですで、ね、に11月4日付で、異動届を出し、代表の座を実施しておられます。委員長後藤雄一君 これ竹原後援会というのは、代表はあ俺は違うと言って、えー、後付けでこうやって代表を変えている、会計責任者の方は亡くなっていた、あ事務担当者は秘書の方ですよね、でえー、領収書はあ寺田稔さん本人の名前の領収書をおこの後援会の名前で支出している、もうこれどう、どう見ても大臣の団体だし、そもそも運営がひっちゃかめっちゃうんじゃないですか。今日いくつかか明らかになりました あこの収支報告書、あるいは宣誓書、長男の記述、まあ、こういったものの訂正が少なくとも6箇所、そしてこれまで4つの違法行為が明らかになっています、寺田恵子氏への賃料について、えー、納税されていない脱税疑惑、異性会からの人件費が請け負いとなっているこの所得税の脱税疑惑、えー、竹原公演会の会計責任者の異動の日から7日以内に届け出を行わなかった政治資金規正法7条違反。 えー、そして武田恵子氏からプレ講演会に交付した120万円の領収書に収入印紙を添付しなかった印紙税法8条違反、4つのお違法行為、そして6箇所の収支報告書等の訂正、えー、そして、えー、大臣や国会議員としての資産公開の2回の訂正、もう政治資金規制を所管する総務大臣、やめるべきだと思います、大臣いかかがですか寺田総務大臣。 あの、しっかりとは、せ、直接を果たしてまいります。後藤祐一君。終わります。次に。